チャオス。どうも、ボルタドゥー。今回は何をやっていくと言いますと、もうすいません、こいつでございます。この方でございます。前回もお世話になりましたけれども、絶賛掲載イベント開催中ということで、私ランク上げのモチベ超高いでございます。前回来た時もね、一気に200ランクぐらい上げましたということで動画を出させていただいた時があったかな。それから一時経って、またまた今回掲載イベントが来ておりますということで、私なりの周回編成をご紹介できればなと思っております。というかもう見えてるんすけどね、それでやっております。フレンドさんネオですね、ジフルで用意しています。で、一周だけビクトリーの方で回してる立ち回りの、まあ言うてそんな難しいとかじゃないんで、もう友情あっとくだけなんで、それを取ってあるものがございますので、そちらを見ていただいてから、それとのね、他にもいろいろ掲載イベントございますので、そのビクトリー以外もありますので、ご紹介できたらなと思っております。それではいきましょう。はい、ということでこちらになります。美観にスコアエルで、今回の検査イベント自体がコラボキャラ、コラボではないか、イベントキャラかあれはイベントキャラガチャ券3種、もしくは、試練の間、試練の門だったかな、あそこで手に入る、交換のキャラの3体、合計6体かな、のどれかを1体編成した方が、ケイサの出現率、ケイサの出現した時の数が多く出現するということで、今回は私、ガチャ券のを引いておりませんので、降臨キャラのこの水のやつ、ちょっと名前が覚えてない、結構使ってるけど名前覚えてないというこいつを使って、わざわざ A の勝負つけて学びエロを厳選して使っております超めんどくせえことします。本来であればガチャを引かれてる方もガチャ券を使われた方が絶対いいと思いますね。証とか使わなくていいください。前回はね、シンナーアルファがね、クリームスマスのあれが対象だったので、シンナーアルファは私当てれてたので使ってましたけど、今回はね、そいつらがこのケースのあるとはまたね、違うあれになりますから。はい、で今回は2体出現した時のやつですね。でこれが一応2時間半ぐらいやってきた時の1回の周回分ですねぐらいやったかな。ビクトリーを3時間ゴリなんで、基本的にはで、この編成でずっとやっておりました。で、一応これ学びスポットがあるところでやってきてるので、ちょうど今日が家の近所のスーパーが学びスポだって、家じゃなかったらちょっとめんどくせえと思いながらも学びスポがあるところにわざわざ行って、2時間半ぐらいやってましたね。ずーっとやってました。はいはいはい、もう基本的にこの編成で、あと友情あっとくだけっていう感じですね。本当にネオが一番もう早いかな、もう貫通でね、いけた方がいいと思うけど、まあもうそんなあんま関係ないかなみたいなネオが一番楽っすね。みんなのクリアモンスターでもネオが結構使われてたりするので、他にもモーセとかもいいのかな、それで言うと。まあでもネオかな、俺はもうネオを自分で自フレで用意できるのもあったんで、まあこれがベストでしょう。あとこれ美観、これぜひとも美観じゃないやつを使ってください。大の大冒険コラボで来ておりました、スライム、アイスの方が絶対です。ただ私、内勢な時期もあったので、その時代はちょっと俺あまり妄想の熱がなかったんで、やってないから持ってないんですよ、そのなのでもともと厳選をしてね、スコアワークで使った美観を今回採用させてもらってます。まあこいつもね、全然いけるのでスライムの方が絶対自然、貫通だしバカだし、あっちの方が対応力あるからね。はい、ということでさらっとクリアしました。で今回が警察が2体出たバージョンのやつで、経験値がどれだけ入るかということで見ていきましょう。はい、ちょっとダイナが来てますということで、2体バージョンで、はい、学びスポットの、エリア内に入っている状態でこのボーナスでございます。31万6800入りますということで、ストーンもうまいですね。もう最低レアティンしてるね。はい、ではアプリの方へ戻りましょう。はい、ということでアプリの方に戻ってまいりました。2体出た時で経験値上で、4体出てきた時のやつもございますので、それちょっと編集で後付けでこっちの方にね
出しておきたいと思いますけれども、47万ぐらいだったかな、大体確か編集で、付け出しておきますということで、一応あの編成で、全ての星、5制限かな以外は全てあの編成でもやっております。だからこのフラッグ&ジュニアと、タイタニアドラゴンはまだやってないということで、これも多分絶対あの編成でも変えずに変えると無理で、もうあれであります。で、国宝もあの編成でやっております。で、ハイランドスカルドラゴン、こいつが制限クエンなので、こいつはちょっともう4号でいかなきゃいけないんで、ちょっとめんどくせえかなと思って、もうこいつ以外はなるべく時間があればねやるようにしてランク上げをしているという状況でございます。で、結構もうランク800になりましたよっていうね動画をさせてもらってますけど、そっからもうだいぶ検査イベントやってて、もうランク822まで来ております。結構ガチガチ。ただ結構2時間半やったけど、まあそんなに出現率はめちゃくちゃいいって感じもしなかったですね。まあ運がいいと連続で出ることもあったけど、結構出ない時は結構ドハマりして出ないことが多かったです。まあでも本当の経験値だけの効率を考えられる方だったら、それでリタイア、検査でなかったらリタイアされてる方もいらっしゃると思うんですけど、まあ私、いかんせん、ストーンが補修ございまして、いろいろ使うからさ、神殿のね、金閣だったり、いろいろもろもろね、宝だったりとかでも使いますよ。使うので、メダル欲しいので、出ても出なくても俺はもうがっつり、クリアしてます。で、ついでに、ビクトリー、もう運極すぎるんでね。まあ、あれ、もともと前来てたやつだから運極にしてるんですけど、まあ、紋章にはちょっとあれできないけど、まあ、一応運極達成数が増やせるということで、運極もついでに作ってます。という感じで、あの編成でバリバリ回してるという感じになっております。ビクトリーさんがね、確かにもう2体目が運極になりそうな勢いの感じだったような。ビ。はい。1体運極、これもうだいぶ前に作ったやつかな。で、2体目が、はい、ということで、ラック94まで来ておりますということで、ありがとうございます。結構やってます。こんだけラック上がっていることはそういうこと。運枠なしでこの数っすかね。運枠なしであの編成でやってて、この数やから外回します。救済メント、かなり2週間ぐらい来るのかな？あるのかな？あると思うので、やれる時間はもうがっつり俺回して、ランクを、早めにね、もうランク戦、今年はランク戦を目標にしているので、がっつり頑張ろうかな。ワンチャンこのイベントで終わらん、戦いかんかなと思ってるんですよ。前回の、500ランクから700上げた時も、一気に1ヶ月ぐらいで200ランクぐらい上げたのかな。なんで、今回の期間でワンチャンいけないかなと。まあちょっとね、その、計算出現率もよるから、ね、ばらつきは出ますけれども、ワンチャンランク戦いけないかなと思って、がっつりガチガチ、動画外で頑張ろうかなと思っております。皆さんもね、ぜひ経験値、ランクがね、経験値が上手い、ランクががっぽり上げれるので、ランク低い方は、ぜひ、特におすすめでございますので、ぜひ、で、ネオである必要もないので、正直言って、ある程度の共有上であれば、大概いけますので、まあ、ネオが一番いいかなという感じはしますけど、まあ、とくだけで、敵は得ていくんでね、がいいかなと思いますけど、ネオである必要はございません。何でも言ってます。大抵のやつはいけると思うんで、昔の氷なんでね、簡単なんでね。はい、ということで、本日は、こちら、こいつです。検査イベント開催中ということで、経験値効率めちゃくちゃいいということで、ランク上げのがっつり頑張っておりますという編成のご紹介でございましたということで、皆さんも頑張られてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。また、バイ。